おえ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 抗菌だから。3分の1時間ですね。もうすおお、これミスなかったんじゃないですかね。はい。うん。点数はこれ伸びてないな。どうなんだろう。170万点台いなかったあ、これひょっとするといけてるんじゃないですかね。はい。はい。100%、560音。はい。で、クラッシュ。はい。じゃあ、ランキングは、これ結構いい線いってるんじゃない ?1、2ぐらいの争いはいけてると思います。結果はドン。ほら。あれ思いのほか点差がついたね。ということは、この159万8000点もノーミスじゃなかったと思うね。ノーミスだったらおそらく165万から上が出るはずなんで、はい。ああ、じゃあやっぱコードがみんな落ちるんだな。今のは運が良かったのかもしれん。でも、さっきね、ボロボロ落としてた、くて、今は通ったのはね、多分ね、ちょっと走り気味に引いたせいだと思います。ちょっと走って引けばね、通るような、感がね、1回目の演奏の時あったんでね、ちょっと途中3分の2ぐらいから、少しこう早めに引いたらね、いけたんで。多分ね、あとはギターの調整とか、しっかりオクターブチューニングが合ってるギターで走り気味に弾いたら比較的ね、判定取りやすいんじゃないかな。はい。クラッシュのガンズ・オブ・ブリクストン。でもゆるい感じのね、簡単なコードとゆるい感じの、まあ、カッティングと言ってもいい感じなんで、カッティング初心者、とか中級者でもね、しっかりこう、なんか音を切ったりとか、緩いテンポなんで音を切ったり、左手のね、バシッと切ったりとか、右手の振り、こう、水切るような振りみたいなのを練習するには最適な曲だと思う。3分間とやりやすいね、時間なんで、いい曲だと思います。まあでもちょっとね、演奏自体気だるい感じなんで、こういう気だるさの感じがグランジとかにつながっていったのかもしれないね。うん。いや、はい。これはね、久しぶりに 100% で1位のクリアなんでね、かなり久しぶりに取れたんで、はい。喜びます。ありがとうございます。はい。